皆さんこんにちは、トミックです。 2,3 年ぐらい前からのネットとかでね、 YouTuber の身長みたいなの出してるじゃないですか、情報。俺身長ですね、169センチなんですよ。低いじゃないですか。でも169センチの人って、見栄を張りたい人は170ってもう言っちゃうんですよ。でも俺はね、見栄を張らずに素直にね、169センチっていうのを、ね、公表してると。正直伸ばしたいですよ、身長。なので今回ですね、身長伸ばせるプロの方がいるということで、そちらの方に会いに来ました。こんにちは、楽しんこさんです。お願いします。身長を伸ばせるんですよね。そうなんです、骨盤の歪みを整えて、要はもう2センチから3センチは伸ばせるので、多分トミックさん今は多分169か70ぐらいだと思うので。69です。69、はい、だから172か3にはなると思います。173いったら俺もうやばいですよ。今日僕めっちゃ頑張ります。骨盤矯正の前に身長を測っていきたいと思うので、はい、よろしいでしょうか。はい、身長を測る機会ちゃんとある。そうなんですよ。さっき169って言ったんです。168に下がってたら最悪ですよ。あ、骨盤の歪みで下がる方もいらっしゃるので、うわ、ちょっと一回見てみましょう。168.3 です。終わったここから縮んでる結構もしかして縮んでるかもしれないですね。足ちょっと見せていただいていいですか。はい、結構広がってるんで、O脚なので。これで、うん、だからちょっとこれでグッと縮めて、さあ身長がグッとアップすると思うので、171.2にはいくと思います。え、逆に O脚って直せるんですか。直せます。トミックさんに、はい、これから、しっかりと骨盤矯正と超音波の、皮膚の7センチ半入っていく超音波とタイマッサージをして身長を測っていきたいと思います。はい、はい、じゃあそれではよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、トミックさんの足裏から、はい、足裏マッサージしていくので、内臓とか胃とかですね、ほうほう、臓器全体のツボが足裏にあるんですけど、はい、第二の心臓って言われてまして、そこがもし痛かったら胃とか腎臓、肝臓ですね。うわ、だからそのいろいろ痛かったらそこちょっと血流悪いところは痛かったりするので、ちょっと悪いとことか、まあ病気っぽいとことかですねなんかちょっとやってみますね。容赦なくやってみます。容赦なくやります。左はね、心臓があるので、すごくちょっとツボが分かりやすいです。痛い、え、マジ痛い痛い、やばい、マジで痛い。え、俺やばい。え、ちょっとね、凝ってますね、胃がね。マジで胃と、やばい、痛いな、これえ、しっかりとですね、はい、ふくらはぎ、第二の心臓って言われてます。血液のポンプって言われてるので、しっかりと流して上まで上げていきます。これを交互に繰り返していきます。痛いんだよな、足裏。ちょっと痛いですよね。痛いですね。ここが、生殖器ですね。え、生殖器。生殖器、ここが睾丸ですね。なるほど。痛いんですけど、これはどういうことですか。腎臓に塩分が多いと睾丸がちょっとね、弱ってくるんですよ。直結してね。だからここが痛いとちょっとね、塩の取りすぎとかですね、しょっぱいものが好きとか。ノーノー、だいぶ今ので一気に筋肉もほぐれてくるので、腰もね、疲れてますね。座骨神経ですね、ここ。じゃあ鼻から息吸ってください。はい、口から吐いて、はい、吸ってください。はい、口から吐いてください。で、気持ちよく一息します。手のツボもしっかりと足裏と同じですね。同じ臓器とかのツボがここにたくさん集中してますので、ここもしっかりとほぐしていきます。これあれ痛いってことはやばいってこと。あ、ちょっとね、やっぱ生殖器が凝ってますね。これ睾丸マッサージした方がいいかもしれないですね今指の1本分ぐらい伸びてます。こんぐらい、かかともこんな感じですね。そんなに違います。はい、で、お尻も左側上がってるので触ってみてください。左側上がってます。わからない。わからない。え、トミックさんめっちゃいい匂いするんですけど、マジでこの匂い好き。なんかよく言われます。本当？柔軟剤の匂いだった。あ、柔軟剤。実はですね、昨日トミックさんと夢を見たんですよ。あ、そうなんです。なんか僕が飼い猫になってて可愛がられてるって。え？仲良くなったら実現してください。お願いします。はい
LINE スタンプ第2弾好評配信中。 LINE で友達になってくれ。今さ、筋トレとかしてるんですか？あ、筋トレやってます。今日、今朝もやってきました。確かにすごい、ガタイのいいですもんね。ちなみに筋トレって週何でやってます？あ、週4ぐらいやってます。結構な頻度でやってますね。あ、よく見るやつだ。それがね、お客さん全く見えないですよ。そうなんですよ、見えないんですよ。足がぴったり揃いました。ほんとだ、なんかかかととかかとがくっついてる。お尻もめっちゃ上がってるんですよ。臭くない？菊さん、足もめっちゃいい匂いで。いや、ちょっと足の裏やめてください。足の裏やめてください。でもね、施術者ってね、それしかね、楽しみがないんですよ。手読んでぴょんどぴょんどで、オッケーです。両手貸してください。じゃあ最後ストレッチして終わりまーす。なんだよな、俺から見えないんだよ。これって変わってなかったら受けるよ。ビフォーが 168.3。 はい、じゃあアフターいきます。はい、 169.5 ですね。すげえ伸びた。1センチぐらい。これ 0.5 なんとかなんないかな。ね、ちょっと頑張ります。この後またちょんまやるんで。頑張りますね。お願いします。お願いします。今から、ちょんぱという超音波をかけていきます。皮膚の7センチ半入っていくんですね。ですのでアスリートの方とか、そういう方よくかけられるんですけど、膝に水が溜まった方が1回で治ったりとかですね、すごく効果が早いので、それをちょっと15分から20分ゆっくりかけていきますので。なんかね、AV の撮影みたいな。いや、実はですね、僕ね、病気持ってて、5歳から脳が変わってないんですよ。あ、そうなん。だから本当にそういう病気なんで、ちっちゃい子みたいなんですよね。すみません。あ、ピーターパン症候群。そうなんです。あ、そうなんだ。だからすぐ人にキスしちゃったりとか、なんか変なことをするんですよ。フルチになっちゃったりとか。来たお客さんにみんなにチューしちゃって。でも女性にはチューしないですよ。あった。隠し屋なんですね。あ、すみません。で、結構みんな嫌がらないんですよね。わかんないですけど、まあ、そういうもんだと思ってるんじゃないですか。3センチはいけなかったんですけど、まあ、まあ、ごめんなさい。いや、もうしょうがない。でも全然もう、あれが歪みがね、もともと少なくて、内臓のちょっと疲れがあっただけだったので、もう全然もう軽症です。軽症。めちゃめちゃ痛かったですか？めちゃめちゃ痛かったですか？生殖器凝るんだ。結構凝るんですよ。だから僕がやってる抗がんマッサージがあるので、今度よかったらそちらも体験していただけませんか？やります。ありがとう、お願いします。実際見たことないんで、抗がんマッサージというものを。そうです、タイのチェンマイってところの国の奥義のマッサージで、まだ日本で資格持ってる人が16、7人しかいないんです。すごい少ないです。それの僕14人目なので、すごいっすね。すごく価値があるマッサージだと思うので、まあ本当にツボなので、金玉、抗がんって。最後にラブチューニュってやっていいですか？一緒に、せーの、ラブチューニュ。動画見てくれてセンキュー、登録ポチッと、イエイイエイイエイ。